どうも、新宿アボイ金清です。以上です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい。ネットニュースでね、ちょっと気になるのがありまして、はい、ピーポくん人形って知ってる？おー、警察も、ね、警察も、はい、ピーポくん人形も製造が中止、工場閉鎖、うん、他業者と交渉中というね、ニュースがあって、あ、その業者、今ね、ピーポくんのぬいぐるみの製造がストップしてるんだって。あ、そうなの。そう、それを担ってきた工場の職人の高齢化で3月末で閉鎖されたため、あらあら、あ、そういうことか。そう、今ね、製造されてないんだって。うんうんうん。そうで、警視庁の職員五条組合がですね、うん、製造再開に向けて他の業者と交渉を続けているということで、そういうのあるんだね。なんかね、あれだよね、警察の仕事したらあの人もらえるっていうね。ね、もらえるって言うよね。大中小の3サイズはあって、ああ、大きさ、あ、大きさあるんだ、あれ。で、警視庁本部の売店や警察博物館などで販売してるんですよ、うんうん、こういうニュースっていうのね、高齢化、職人の高齢化だよ、うん、本当か嘘かどうか知らないけど、もう 今は違うんだろうけど、今の話ではないけど、あの人形を車に乗せてたら、うん、なんかちょっと警察に声かけられた時になんか見逃してくれるみたいな、都市伝説、都市伝説的な、うん、ないだろうそれは、さすがに、うん、ねえ、だからそんな話も聞いたことあります。犯罪教科の先輩だろ。そう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 。効果なかったらしいよ。効果なかった。都市伝説だから、うん、そりゃそうだろ。そりゃそうだろっていう、ね、そういうお仕事、関連のお仕事したことあるんですよっていう意味合いで乗っけとく。で、当時わかんないけど、当時は販売してなかったのかな。確かに。どうなんだろうね。今だから販売してて。まあね、販売してたからね。ね、職人さんの高齢化で製造中止になってるからあれだけど、それだったら別にね、持って誰が車乗せててもさ、そういうそんな一般に販売してるやつだから、うん、まあまあまあね、確かにね。でも、まあ、好きな人は買うんかね。買うんじゃない、そういう博物館とか行ってさ、うん、なんかわかんないけど、記念に1個買おうかぐらいだったら全然、うん、値段が書いてないからわからんけど、まあまあしそうだよね。そうね、まあ、2000、3000、4000ぐらいするのかね、大中小、うん、あー、ピーポク人形。ね、職人さんが作ってたんだ、これ。ねえ、そういうなんか工場を回す職人さんってことなのかな。別に手縫いじゃないよね、どう、手縫いではなんか町工場的な、町工場的なの、うん、だから高齢化って言ってるっていうことは多分そうなんじゃない。そういうので、でもどうなんだろうね、あんま どうもその生産量によってもさ、うん、ね、工場としてもさ、メジュールとかね、ね、収益がないとね、うん、なんかでもそういう、例えばこういうさ、ぬいぐるみとかさ、うん、俺も結構買っちゃうのよ。俺オリンピックの時のさ、うん、名前なんだっけ、東京オリンピックの時の、あ、いたじゃん、いたじゃん、うん、いたね。かわいそう、かわいそうな目にあってたじゃん。あの子のさ、うん、ちっちゃいぬいぐるみ、俺かわいいなと思ってたのさ、買っちゃったんだよね、うん、今となって全くいらないよ。まあ、その時のね、その時のやっぱ感情とかもあるよ、うんうん、雰囲気でね、雰囲気とか、うん、名前すら出てこないから、かわいい、かわいいやつなんだっけね。いや、それこそさ、巨人とちいかわがコラボして、うん、ちっちゃいぬいぐるみね、うん、このぐらいぬいぐるみを、うん、売ってんだよ、うん、そんなのもやっぱ勢いのって買っちゃうもんね。分かったもん、買う。勢いのって買っちゃうもんね。あ、いくらぐらいするの、それ。こんなちっちゃいもんね、2000円ぐらい。おお、なるほどね。うわ、2000もするのかい、そんな。まあまあまあ、そんぐらいするし。まあまあまあ、コラボだし、うん、記念だしみたいな。うん、そう、飾っとくの、飾ってる。うん、テレビの下のところに。あ、いるんだ。いる。声かけたりするの。声はかけないね。うん、癒やしだよね。癒やし。たまたまに。ちょっと見たりして、そう、もう目が入るからね、テレビ。ああ、そう、見てるから入るから、う、うん、一緒に寝たりはしない。
異常者だろ。いや異常だよ別に横に置いてね邪魔だろそれ。出かけりゃ枕にするかもしれないけど。あ枕にするんですね、うん、枕とか出ないのかな。ちいかわ枕とかね。 ありそうだけどね。あるんじゃない。あるのかな。ありそうじゃない。形的にも、ま、枕になりそうじゃない。抱き枕とかね。低反発枕とか作ってくれるような。そうそうそう買うかもな、うん、トイレットペーパーとかもちいかわだしね。結構可愛らしい家にしてんだね。家にしてるというか殺伐としてるから部屋が。まあ確かにそこにねワンポイントでね。ワンポイントでちょっと可愛いね。ちょっと置いといてちいかわ。でもまあ別にね誰が来るわけでもないもんね家にも。誰も来ない、うん、浅草東洋館に行くさ道中にね、うんうん、インバウンド目当てのさ、うん、薬局みたいなのあるね。あ、俵持ちからでしょ。そうそうそう、うん、はい、あそこにね、チーカートイレットペーパー売ってんだ。ああ、そうなんだ。680円ぐらいで。ああ、まあまあするね。さすがにそこでは買えねえなと思ってさ、家持って帰るのは。ああ、まあまあ、ちょっとね、電車なんかずっとね、もうチーカートイレットペーパー、いや、チーカーじゃなくてトイレットペーパー持って帰るのが、まあ確かに。さすがにね、電車1時間も乗って、うん、確かに、ね。まあちょっとしんどいから。うん、さすがにちょっと通販とかにしますけど。あ、そう、トイレットペーパーってほら使っちゃうものだからさ、人形だったらいいけどさ、うん、使っちゃうものだからさ、あれだけど、やっぱりいいんだこのトイレットペーパー。チーカーはチーカーでもいいし、なんか俺キャラクターものにしてんのよトイレットペーパー。チーカーの前は俺ガチャピンとムックのトイレットペーパーにしてたし。へえー、そうなんだ、うん、なんか可愛くしたいよねトイレットペーパー。可愛くしたい。トイレが可愛くないからさ。なるほどね。せめてね、トイレットペーパー。えげつない匂いするじゃん。いやいや、まあまあそれは家によるけどさ、そんなえげつない匂い。自分の体からえげつない匂い出るからさ。ああそういうことね。あ、多少はちょっと可愛くしておきたい。それ匂い付きとかではなく。匂いはついてなかったと思うね。うん、匂い付きのやつも使ってたことある。ああ、まあね、あれもね。桃の匂いがするとか。なんかでもね、髪質があんま好きじゃなかったんだよね。ああ、なるほどね。トイレットペーパーもう大量に12ロール入りだっけ。はい、あれをなんか10個ぐらいストップしてるの一気に買って。ええー、こんなでっかいなんか、紙袋っていうか、わもう、ほんとこう持たないと、これコストコとかに売ってるよ。なんかもうそれを持ってかやつ、でかいやつ、なんか置く場所に困るんじゃないですか。まあまあ一応だからちょっと奥の方に入れて、奥の方に、うん、結局さほら大変じゃん持って帰る、薬局で買ってもさかさばるからさ、はい、だから2個ぐらい買ったらもうかさばるから、だったらもう通販で買って、どうせだったらもうこのでっかいやつ、ね、であのでっかいやつがいっぱい入ってるやつ。あ、すごい使うこと言えると思います。まあ2人だからあれか。まあ私は振りが早い、個人的に使うんですよ。使いすぎ、使いすぎっていうか、これじゃ、ま、巻きすぎなんでしょうね。昔から何回やるこれ。いや、そんなにやんないよ。くるくる巻かないもんね。あ、もうどうぞ。このぐらいで。あ、手には巻かない。で、くしゃくしゃ。くしゃくしゃにしない。柔らかいから。こう取って。取って、ピッて切って、そのまま。ああ、そうか、そうか。じゃあ、私も完全に使ってるね。私、カタ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 なるから。そんな、うん、なんか、嫌じゃん。次から。クッと浮いた時に、こう、指に力入ってね、穴開いて、ズボッと入っちゃったりしたら嫌だなっていう。入るっていうか、ついちゃったら嫌だなっていうのがあるの。なんで興奮を覚えてるの。そんな、なんか楽しそう。変態をしたみたいな。いや、ズボッと入ったっていう表現おかしいなと思って。その当たっちゃうと嫌だなっていうのがあるから、はい、なんか巻いちゃうんだよね。そんなでも気をつけないとね。手洗えばいいじゃん。いやいや、そうなんだけど、多分水でだって吹っ飛んでるじゃん、うん、基本は。あ、まあ基本的にはね、うん、そうそうそう、そこはあんま気にならないな。だからね、たまにね詰まらしてしまう時あるんだよね。そんな使うの。あの、だから気をつけないと、一回出すもの出して 1,2 回拭いて一回流すぐらいな。で、さらに何回も必要に拭くの。4回、4、5回拭くんじゃない。
え、何回拭くのあれって。そんな2、3回のペロペロペッペッペッってやって終わりじゃん。水分取って終わりじゃない。いやいや、でもまあわかんないけど、ちょっと見るでしょ、だって水分取って、まあ、一応見るけど、見てもうついてないけど、いやもしかしたら違うところについてんじゃないかと思うから、ちょっと周りもちょっとククって拭きながら、バーッ一回コロコロコロやってピーンって拭いて流して、うん、でまたコロコロやるってことでしょ。そう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 、やりすぎじゃないの。うん、でももしかしたらほらこうね、こう当たってるわけじゃん、水がシャーって、そしたら飛び散ってる可能性ある、バーって周りに。だここは綺麗で、もしかしたら この周りがさ、あついてる可能性あるから、周りもちょっと雲水が、そう雲水が雲水がついてるかもしれない。そうそうそう、だからもうなんか念入りに拭いちゃうからさ、だからもうあのウォシュレットじゃない時なんてもう血出るぐらい。そんな拭くの。いやなんかもう本当に拭けてるのか綺麗になってるのかってなっちゃうから、意外と神経質なのね。いや なんか嫌じゃん、なんかちょっと食って なんつうの、指に力入れるもんね。なんかこう入れるんだ、中に。いや中には入れないけど、その言い方ちょっと中まで入れてほじってほじってはいないけど、拭いてる感じの言い方だよ、ね、ほじってはいないけど、このこう擦り出すみたいな、もしかしたらもしかしたらちょっと残ってるかもしれないから、それが嫌で、すごいなんで結構何回も言うじゃん。そんなことするんだ、うん、全然知らなかった、うん、そういう神経質なところあるんですね。そうそう、私冬だからね、使うんですよ、トイレペーパー。それは詰まる可能性あるね、そんな。そう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 、1回でだってその量を、そうだから何回もやるわけでしょ。そうそうそう、本当に気持ちにはね、もうカラカラぐらいな薄さでね、チリチリした方がいいんじゃない。いや、チリシは痛いでしょ。チリシは痛いから、チリシは痛いからあれだけど、クラックラックライでシャッと拭いてね、気持ち的には嫌だけど、なんか もうそれでどうしてもトイレットペーパーない時ってそれで出ちゃうじゃん。なんかまあこう腰トイレとかでもずっとなんか気持ち悪い、ね、気持ち悪い、なんかまだちょっと本当はまだ全部拭けてないんじゃないかっていうのがずっと気になる。家だったら、だウォシュレットしてそのまま一回シャワー行って、うん、体をきれいにするっていうのが一番トイレットペーパーを使わないのがいいんじゃない。まあまあまあ水道料かかるかもしれないけど、まあ確かにね、だそこは石鹸で洗うとかの方がまだ信用できるってことでしょ。まあまあそうね、そこまできれいになるよね。あ、まあ、の話も、そうなんですよ、はい、嬉しい。